ある意味でで民主主義のの否否定定すよね議会の否定だと思いますだからそういうことはやっちゃいけない、数字違いであるということだと思います安倍元総理の功績というものを讃えたい人たちもいます、その方々が個人を悼むと言いますか、そういう部分に関して反対する気はありません、でもそれをわざわざ国葬でやるっていう義理はないってことですね、その理由は立たないってことです、当然のことだと思います。 で、一方で、やはり今困ってる人たちは大勢いらっしゃるわけだから、この国のリソース、どう配分するかってことを考えた時の優先順位は、今困窮する手前にある方々、困窮する方々に集中させるっていうのは当然のことだと思いますね。もちろん通貨発行権というものがありますから、国はお金がすれますから、まあ大盤振る舞いすれば当然国葬にも金出して、違うところにも消費税減税してとか様々できますけれども、でも国葬という扱いが長期にわたりこれはないわけですね。で、事実上その根拠となる、はっきりとしたものがない中で、これを推し進めるということは、 ある意味で民主主義の否定ですよね。議会の否定だと思います。だからそういうことはやっちゃいけない。安倍さん個人という部分に関して、その死を、これまで安倍さんが作ってきた功績と思われるものを称え合うというような場を持つということに対しては反対はしませんが、そこに対して国葬というものを持ち出すというのは筋違いであるということだと思います。今全国でも、例えばですけど、豪雨被害とか、様々起こってるわけですから、まずお金をどこに使いますかって言ったら、今困ってる人たちに最優先に届けると。 それがやっぱり筋なんじゃないかというふうに思います。